皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。昨日小西さんがですね、かなり長いツイッターに寄稿をしてます。あれとっても大事なことを言ってるんで、まあ本当に長くて分かりにくいっていうのをよく小西さんには言われるんだけど、あれまあ一個でも抜かせられないものが書いてあるんで、あんな形になるでしょうね。まあ、ノートか何かに書いてそれを貼り付けるっていうやり方の方がいいと思うんですけども、とても大事なことをあそこに書いてます。でそれは今緊急事態になって時のために憲法を変えるんだって言ってますね。緊急事態条項ですね。で国会議員がいなくなった時のためにどうするんだっていうのはそれは確かにあります。でも しかし今の憲法、日本国憲法はそれも想定してるんですね。それは参議院の会議ですよね。だから今こんだけのことを偉い大胆不敵なことっていうか、もう憲法の論理を超えたようなことを99条を守らない人たちが踏み越えて言ってますけど、参議院議員ってよく怒んないのかなって。小西さんが抱いてる怒りは参議院議員としてもう十分理解できますね。だって緊急集会、参議院の緊急集会についてないがしろにしてるわけですからね。あなた方は同じ国会議員じゃありませんと。衆議院議員だけが国会議員ですと言わんばかりのことを言われてですよ。まあ、僕は衆議院議員だからそんなこともあんのかなってね、立場を超えて、だけど参議院議員これ許さんでしょ普通。俺のことを国民から選ばれたことをないがしろにしていいのかと。で7月9日の投票日に向けてまあいろんな仕掛けをやってるわけですね。でそういうふうに見えるんですよ。やってるわけですねって言うとちょっと強いですね。そんな風に見えます。そしてその間をうろちょろあっちにつきこっちにつきっていう、まあバルカン政治家、コウモリ政治家がですね、あでもないこうでもないって言ってるっていう状況ですね。でももう争点ははっきりしてるんですよ。衰退から成長に、この衰退をこれ以上続けるのかと。この10月に控えている大増税、消費大増税ですね。これインボイスっていう名前だから国民の皆さんには伝わってないですね。インボイスっていうのは1000万円以下の方々に大増税が来るわけですね。消費税は直接税ですから、しかも付加価値税ですから。それにさらに悪いことに、これは給与を上げたり社会保険料をたくさん払った事業者は控除がそれできませんから、余計に税払わなきゃいけないっていう、まさに雇用と日本を破壊する弱体化装置なんですよね。これを取り外すっていう話ですよね。それから昨日モスクワ、あれ TB2 ですかね、トルコが持ってるドローンで同じようなのを見たことありますけど、何なのかまだ分かりませんが、これ次のスペースで言いますが、首ワースですね。首ワース。どんだけ悪化するんだろうと。下手すると第三次世界大戦まで聞かねないんですね。で、その中で、ロシアが何を言ってるかっていうと、もう本気で怒ってますね。西側の中にはクレムリンをあんな攻撃するのは偽旗作戦だろうとか言ってる人がいますけど、そのクレムリンですからね。そんなものを自分で、まあだから自分がよくやることを相手がよくやるっていう、もうこれ本当認知の歪みの典型なんですよね。偽旗作戦だったらそんなとこ使わないですね。僕がロシアだったらそんなこと、仮に偽旗フォールスフラッグオペレーションやるとしてもですね、
やったとしてもクレムリンにはしないですね。というかそこを狙われたとなったらもうメンツ丸つぶれですからね。あの西側世界が思ってるほどそのまあロシアだってもう西側東側関係ないんですけど、対面を歴史のその深い国っていうのはすごく対面を大事にしますね。それは日本もそうだし中国もそうですね。で恥も外聞も関係なくやる国ってあの戦争屋に乗っ取られた国の中にはありますけど、それ歴史の深い国はないんですよね。あのナショナリティがはっきりしてれば、ナショナリティというか愛国ナショナリストであれば、で僕はありえないと思いますね。で何を言いたいかというと、もう一つの争点はこの岸田姿勢をと内政 外交に及ぶですね。特に外交、もう外に行けばまた昨日もばらまきでしょ。そして我が国はどん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 危険になってるわけですよ。これリセットしなきゃいけない。もう正直その憲法議論を姿勢隠しに使うのはやめてくれと。今みたいな形でですよ、例えばフルスペックの集団的自衛権をこう入れたとするじゃないですか。本来その集団的自衛権と個別的自衛権ってあるけども、世間一般のですね、世間一般というか世界的な理解は、憲法50じゃない、国連憲章53条に基づく理解は、自衛権は集団的であろうが個別的であろうが自衛権は自衛権なんですよ。で一般にこれあの彼がよく言ってるけど、その集団的自衛権の方がモデレートなんですよ。なんとなればモデレートっていうか、要するに個別的自衛権って自分で判断しますよね。で集団的自衛権の場合はまあ自分の同盟国が攻められた時の話だから、世間一般で言う、世間一般っていうと言い方がアバウトすぎますね。世界的な常識は集団的自衛権の方が個別的自衛権よりもその日本で言うように禁止されてるっていう考え方は取られてないんですよ。実は実は、ところが日本は集団的自衛権の方がより苛烈だと。安倍さんでさえって言ったら安倍さんに悪いけど、安倍さんにあの審議会が出した、岡崎先生たちが出した案は2案ありましたね。今動いてる集団的自衛権の一部容認と、それからフルスペックの、あの自衛権容認の2つだったんです。で、僕それ、安倍さんにも、それから安倍さんを支えている、その、あの時の理論的な支柱は、高村さんですね。高村さんにも直接話したことがあるんですよ。というか、安倍さんとは、あの、実際に予算委員会でやり取りをしました。なぜあなたはフルスペックを選ばなかったかと。で、小村さんにも言ったんですが、小村さんとの間は私的な会話なんで、ここでは、あの、紹介しませんけども、安倍さんでもフルスペックは取らなかったんですね。で、それなぜかって言ったら、ここから先は僕の想像ですよ。今みたいな形で集団的自衛権フルスペックやったら何になるかって、もっと、あの従属盾にされるのがオチですよね。だからダメなんですよ。こんだけその敗戦国の敵国条項があり、そしてこれがまだ私文化したと言いながら国連の中から条項から消えておらず、しかも長年傀儡であることが日本の権力であると、こういう状況で憲法をいじったら何が起きるかって言ったら、それはさらにさらに従属が深まるし、さらにさらに自由が奪われて人権が損なわれる。もう火を見るより明らかですね。だから、2004年に私たちは、枝野さんとまだこんな風な社会が分断されておらず、政治もですね、与野党で同じ共通基盤、憲法審査会でもなく、中山太郎先生の下でですね、本当にいい憲法を作ろうという、そういう時に議論してたのは
自らの憲法をもう一回自らの言葉で権力をより強く縛るために改正する部分があるねっていう話をしてたんです。ところが今みたいな状況でこの失政隠しもうボン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 落ちていってる、そしてどん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 危険になってる、どん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 どっかの手下になってる、その状況で憲法を変えるっていうのはもう最悪の選択ですね。だから今なんかありの一決でなんとか条項を変えりゃいいんじゃないか、次につなげるために憲法改正の練習しようやって言ってる人たちの気が知れないですね。あ、足塚さんありがとうございます。で、そう考えてみると失政隠しの憲法論議に乗っちゃいけないですね。乗っちゃいけない。そしてあっちこっちちょろちょろしてるのをですね、まず撃墜しとかなきゃいけないですね。ああでもないこうでもないって言ってる人がいるでしょ。こういう時に出てくる人ってまあ大体歴史を見ると相場が決まってるんですよね。だから今日私が2番目の今日のスペースで申し上げたかったのは、失政隠しの憲法論議っていうのは非常に不健全であるっていうか、ふざけんなって話で、このふざけんなをふざけんなとちゃんと言える力が必要ですね。申し上げますよ。次の争点は3つです。1つは衰退から成長に。これはもう消費税を議論しなくて、インボイスを議論しなくて、衰退から成長になんか行きませんからね。もう1つ目は、このまさに第三次世界大戦前夜とも言えるような今のこの時期にですね、岸田外交姿勢を止めることですね。世界はどん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 この G7 の外側はですよ、平和で握手をしてるのに、この周りだけ、まあ彼らはもうこれを言っても恥じることがないんですけど、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増して、枕言葉で使うなって、自分らの失敗を。ロシアや中国、それから北朝鮮のせいにだけすんなって、もう明らかですよね。今日もあるジャーナリストがなんかまたおっしゃってましたけども、1ヶ月ぐらい前かな、僕はロシアの極超音速ミサイルの射程に入ってるよって言ったら、フェイクを言うなと、嘘を言うなって言ってた人たちがいましたよね。入ってるじゃないですか。1分かどうかっていうのは、それは1分じゃないでしょう。5分とか10分とかかかるやつもあるでしょう。だけど、あっと言ったら飛んでくるっていうのはもう、明らかじゃないですか。もうジャーナリストがジャーナリストのなんかな役割をしないんですよね。むしろ僕らのファクトチェックをやってるっていうのは不思議なことですね。まあ多分戦前ってそうだったんでしょうね。権力の言うことを垂れ流すのがジャーナリズムだったらですよ、そんなのいらないじゃないですか。それに対抗して違うよって言ってる方をファクトチェックしてですよ、今日もなんだっけな、CIA の、まあ、傲慢な、あれですね、ナショナルセキュリティといえば、すべてが、世界のどこ空爆してもいいと、それこそ、工作でひっくり返してもいいと、それはすべてナショナルセキュリティだと、こういう傲慢な態度が自分たちのナショナルセキュリティを危うくしてるんだって、僕は言ったら、そういうのはステレオタイプの言い方じゃないかっていう人がいて、まあもうこれであなたのとのお付き合いも終わりですねと、そう悲しい気持ちになりましたけども、まあ感情なんていうのはそれこそ僕らの世界では頭を鍛えて、知性を鍛えて、肝を鍛えて、胆力を鍛えて、そしてそれで先を見て、そして国民をいかにその人間の尊厳と自由を守っていくか、もうそこなんですよね。感情っていうのは、まあなんていうかな、ふりかけ程度って藤原直哉先生がおっしゃってる。もう感情もどうでもいいんですよね。っていうか、そんなものにとらわれていたら、確かに長年の友情からすると悲しいことなんだけど、もうそういう時代なんでしょうね。そんなのにいちいち悲しんでもいられない。むしろ逆に本当のことを
しっかりと皆さんに伝えていってですね、この緊急事態条項のこの議論は極めて問題ですよ。その問題の中身は小二段が長い文章で書いてますんで、あれだとおそらく途中でみんな読むのやめちゃうんじゃないかな。彼ものすごく正義感強くて、なんとかな、親切だし、これを書いとかなきゃいけないっていう、まあ本当に知性の塊みたいな、親切の塊みたいな人間なんだけど、心理学的に言うと、人間が一遍で認識できる、パッというですね、パッとそのドット見せられて、認識できる数って、7プラスマイナス2なんですよね。7プラスマイナス2なんですよ。多すぎるものは入ってこないんですよ。だから、コニタン、あなたが言ってる100のことを2くらいにしたら、むちゃくちゃいい政治家になると思う。今でもいい政治家だけど、まあ、今度、東京戻ったら、コニタンに、その話をしようと思います。それじゃあ、皆さん、どうぞ、良い一日を。次はですね、さっき言った、いわゆるナショナルセキュリティ。今回の TB2 と思われるドローン攻撃。これ、かなり僕まずいと思います。本気でクマ、生き立ってますよね。三次大戦に向かわせない。その方策をですね、皆さんと議論をしないといかんと思ってます。それじゃあ、ごきげんよう、失礼します。